元立ちの方がここで惰性で切っていかないことが大事ですね。ここで一呼吸、さあお互いに行くぞっていう相手を作って正確に固定を切っていきます。振り上げて正確に固定を切ります。これに対してかかり手は体は下げるけれども手は若干前に出すようにして半円を描きます。相手の固定が正確ですとほんのちょっと触れるだけでこちら側の吸い上げが成立する形になります。決してこれがこういう風な準備で払いにならないことが、まあ、剣道型でこれは通じますけども、この状態の固定を切っていきますから必ず相手はスローモーションです。この剣の横を通ってきますから、この剣の横が横を通過するときに半円を描いてやれば相手の剣は摩擦を起こして、軌道を変えていくことになります。それから、はい、摩擦を起こしながらね、